どうも、かっちゃんべです。前回ですね、汚れの原因やおすすめのタイミングの話、そして掃除に欠かせないアイテムの話をしましたので、今回はですね、さらに踏み込んで、実際の掃除の具体的な手順っていうのを方法別に5パターン紹介をしていきます。ちなみにですね、すべてのパターンに言えることなんですけれども、作業している最中に時間を空けてしまうと、水や洗剤っていうのが乾いて、で、その後が残ることっていうのがあるので、それを防ぐためにですね、必ず1枚ずつですね、窓ガラスっていうのを を掃除するようにしてくださいあとですね、窓ガラスはこの字型に吹くのがコツなので、端から端まで吹いたら、少し下へずらして、端から端へと。これをですね、繰り返すことで、吹き漏れっていうのが少なくなり、美しくですね、仕上がりますので、覚えておいてください。それではですね、5つの掃除方法っていうのをパターン別で見ていきます。まず1つ目はですね、新聞紙を使うやり方で、手順としてはこんな感じです。 で、実はですね、新聞紙の繊維っていうのは非常に細かいので、なので汚れをですね、こう絡み取ってくれます。それだけじゃなくてですね、新聞紙に使われているインクっていうのは、油分を分解したり、窓ガラスの艶を出したりする効果っていうのが実はあるんですね。なのでご自宅にですね、新聞紙がある方っていうのはぜひ試してみてください。次はですね、二つ目。これあの、重曹とクエン酸っていうのを使うやり方で、手順としてはこんな感じ。 これ酸性汚れにはアルカリ性の洗剤を。で、アルカリ性の汚れには酸性の洗剤っていうのを使うことで中和されて汚れが落ちやすくなります。重曹はですね、アルカリ性なので窓ガラスの掃除に使うと酸性の汚れ、油汚れや皮脂、タバコのヤニなんですね、をすっきり落としてくれます。事前準備としてはですね、重曹水とクエン酸水っていうのを用意して、重曹水はぬるま湯 200ml 本に対して、小さじ2の重曹を混ぜたもの。 そして、クエン酸水は水 200ml に対して小さじ1のクエン酸を混ぜたものっていうのを作っていきましょう。なんかこの理科の実験みたいですよね。で、その後に窓ガラスにスプレーをしていくので、それぞれの材料っていうのをスプレーボトルに入れてから蓋を閉めて軽く振って、で、準備すると効率的です。 重曹水のみだと、重曹の粉っていうのがですね、窓ガラスに残って白い跡っていうのがつく可能性っていうのがありますので、中和させてですね、綺麗に拭き取るためにも、クエン酸水をなるべく使用してください。はい。どんどん行きましょう。次、三つ目はですね、洗剤を使うやり方で手順としてはこんな感じです。 これ、食器を使うのに使う、中性洗剤っていうのは、大抵のですね、まあ、ご家庭で常備していると思っていて、で、わざわざですね、窓ガラス用の洗剤を買いに行く手間っていうのがかからないので、掃除したいって言った時にね、すぐ実践できる方法になってます。で、中性洗剤っていうのはですね、ほんの少し加える程度でいいんですね。50倍から100程度にですね、薄めるのが目安なので、1リットルの水に対して、まあ、小さじ2ほどのですね、中性洗剤っていうのを入れれば大丈夫です。はい。で、あとですね、汚れがひどい場合は、 タオルではなくてですね、スポンジを水に浸して、窓ガラス全体っていうのを擦るのがおすすめで、汚れがですね、付着していると重たい感触があるんですけれども、滑るような軽さになったら綺麗になった合図っていう形ですね。次、四つ目はですね、アルコールを使うやり方で、手順としてはこんな感じです。で、アルコールスプレーや、あと無水エタノールも窓ガラスの掃除に使うこととなっていうのができますで。特にですね、無水エタノールっていうのは、揮発性 が高くて、拭き跡っていうのが残りにくいので、窓ガラスの掃除っていうのが苦手な方、私みたいなですね、めんどくさがりな人でも安心ですね。ただですね、注意点っていうのもあって、無水エタノールっていうのを使うときは、肌が荒れたりですね、乾燥したりする恐れっていうのがあるので、必ずですね、手袋をしてやるようにしてください。最後5つ目はですね、メラミンスポンジっていうのを使うやり方で、手順としてはこんな感じです。メラミンスポンジ。 っていうのはですね、使えば使うほど消しゴムのように小さくなっていくんですけれども、窓ガラス全体の掃除ではなくてですね、どちらかというと、一部分の汚れっていうのをサッと落としたい時に便利です。注意点としてはですね、フィルムを 買っていたり、特殊な加工っていうのがされている窓ガラスだと、傷がついたり、加工がですね、剥がれたりする原因になるので、あまり使わないようにしてください。メラミンスポンジはスポンジとついているもののですね、通常のスポンジとは構造っていうのが違っていて、でメラミン樹脂と呼ばれる、まあ、硬いですね、樹脂から作られているものもあって、汚れをですね、削り取ることで綺麗にしちゃいますと。 ねなので、めっちゃ綺麗になるから、他のところにもって言ってですね、コーティングされた浴槽や床にも使ってしまうと傷ついてしまうので、これはくれぐるものですね、用途には注意をしてください。えー、気分が乗ってきたのでですね、今回おまけも入れておきます。えー、窓ガラスのですね、掃除をするときに、大抵網戸も掃除をすると思うので、そのポイントもですね、お伝えをしておきますね。まず、タイミングから。網戸の掃除は、えっ、ー、と、窓ガラスを掃除する前。 に行ってください。これなんでかっていうとですね、網戸の,の掃除ではですね、ほこりが舞うことっていうのが多いので、先にですね、窓ガラスを掃除すると、網戸からのこのホコリ、これがですね、付着して、でもう一度窓ガラスをですね、掃除してなければいかなくなるっていうですね、めんどくさいですよね。なので、手順としてはこんな感じです。 で網戸をですね、拭くときの注意点は特にないんですけれども、強いて言うんならですね、意外に破れやすかったりするので、力をですね、入れすぎないように優しくやってください。はい。そこら辺が注意点ですね。はい。で、さらに、さらに、おまけです。網戸を掃除するときはですね、一緒に窓サッシの掃除もしておくのがおすすめです。ここですね、意外と汚れが溜まりやすい場所なので、なるべくですね、定期的に掃除をしておきましょう。手順はこんな感じです。はい。 前回の動画でもお伝えしたんですけれども、汚れはですね、乾いてる時よりも濡れている時の方が除去しやすいので、窓サッシに水を流しても問題ない場合は、ペットボトルに水を入れて、3、4滴程度のですね、中性洗剤っていうのを加えたものを準備しておくといいです。なるべくですね、濡らしたくない場合っていうのは、準備した水にタオルを浸して、軽く絞ったものっていうのを用意しておいてください。ちなみにですね、窓サッシのゴムパッキンに黒い点々のですね、ようなものがついているのを見たことある方、 いらっしゃいますかねそいつの正体はですね、黒カビなんですね。こいつはですね、すぐにやっつけた方がいいので、なので発見した場合はですね、塩素系の漂白剤と片栗粉を使って対処していきましょう。二つの材料をですね、大さじ一ずつですね、混ぜて黒カビ部分に塗ったら5分程度放置をする。 もしくは塩素系漂白剤をキッチンペンパーに染み込ませて黒カビ部分に貼り付けるっていうのでも OK です。それでですね、5分経ったら拭き取って塩素系漂白剤を窓差しに残らないようにしっかりと水拭きもしてもらえれば大事。 完了ですでででででですすすすすすここはですねねねどどううしししててもも、ね、結露などでカビが生えやすい環境でもあるるのの窓ガラスの掃除をする際にに、ね、一緒にチェックしておきましょう以上がですね、窓ガラス掃除の5つの方法、プラス、その、近辺のですね、掃除方法2つでした。最初にですね、伝えた5つの方法を目的に応じてですね、使い分けられるようになったら、あなたはもうお掃除マスターです。胸を張って生きていってください。今回の内容ですね、そして前回の内容をまとめて、さらに詳しくしたものっていうのをコストモンスターという専用のサイトで記事として用意して おりますので概要欄からですねリンクを飛んでですね見てみてくださいであとですねこの汚れを落としたいんだけどなーみたいな個別の相談などコメントやあと公式の LINE からですねご連絡もらえればお答えさせていただきますのでどしどしお願いします小学生からおじいちゃんおばあちゃんまで大変な窓拭きが少しでも楽になれば嬉しいなと思いますそれではまた本日も最後までご覧いただきありがとうございます 皆様のお力になれる情報を毎日毎日配信させていただいておりますので少しでもお金になったようであったりとか応援していらっるという方がいらっしゃいましたらチャンネル登録の方またいいねボタンの方よろしくお願いいたしますまたですねみんなのニュースなど取り上げてほしい話題がございましたらコメント欄の方にコメントの方もよろしくお願いいたしますそれではまたお会いしましょう